今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。田中さん、花粉症ですかね。もうやばいですよ ね。今日も出かけにですね、はい、花粉症の薬と目薬もしてきましたね。バッチリですね。じゃあね、あとできればですね、ちょっと、はい、脳みその方もですね、最近花粉症気味なんで。どういうことですかそれ。何かですね、脳も花粉を吸収するんですか。もうダメですね。ダメですか。もう真っ黄色です。花粉で。そうなんですか。これご存知の方多いかと思うんですが、東京都が都内で杉の花粉が飛び始めたと発表しました。東京都はですね、都内の12カ所で杉花粉の観測というのをしていまして、青梅と多摩、あと立川市で先週金曜の10日から12日までに観測された花粉が基準を超えたということなんですね。またこれ田中さんね、嫌なニュースなんですけども、嫌なニュースと私も目がかゆいんですよ。去年の 2.7 倍になるっていうね。マジですか。僕はですね、今から半世紀前に花粉症にかかったんですよ。早いんですよ。で、なんかね、目がこう充血して痒くてくしゃみが出ると、小学生の頃でしょ。そうですね。で、病院に行ったんですよ。そしたらですね、花粉症だと言われて。もうその時からじゃあ花粉症ってのは分かってるんですね。分かったんですね。で、初めてそれを聞いて、花粉症、それってなんか初めて聞くんで、やばいじゃないですか。何か俺仮面ライダーのなんか怪人になっちゃうんじゃないかなって。変身できる。そうそう、鼻の場が化け物になっちゃったらどうしようかなっつってですね、ちょっと不安になった。不安だったんですよね。だって誰もいないですからね。そうですよね。花粉症なんて聞いたことない。家帰って花粉症って言うんだよっつってね、何それっつってね、うちの親がですね、なんかお前なんか違うものに変身するのって。ただでさえ将来火星人になるって言われてんのに。将来わかんないでしょその時に。何ですか。田中家はですね、一子相伝で、ハゲ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 。しかも長男だけ、ハゲハゲハゲ。そうなんです。もう江戸時代から。江戸時代か。やばいっす。家系図に書いてあるんですか。そうらしいんですよ。そうですか。由緒正しいから。ひひおじいちゃんも長男なんですけど、やっぱ男系のあれはね、みんなハゲなんです。そうですか。だからですね、僕ね、男の子生まれたらですね、どうしようかなと思ってですね、ずっとですね、もうね、女の子ってね、念じてたんですけどね。そしたら会いましたよ。大丈夫大丈夫。そうですか。もうそれでですね、もう断絶ですよ、田中って。そうか、女性2人と男性1人になっちゃってね、多数決でね、もうね、火星人をこれ以上反映させちゃったんですね。そのね、断絶ってのはそう伝統が伝統芸をもね、ここで断ち切るとそういうことなんですね。よかったよかったですか。それ、何話してたんでしたっけ。花粉症か。花粉の話ですね。さて、花粉も飛びますけども、これも飛んでて撃墜されたってニュースです。アメリカ国防総省12日の声明で、アメリカ軍が中西部ミシガン州とカナダの国境にありますヒューロン湖の上空で飛行物体を撃墜したと明らかにしました。飛行物体の国籍、こちらは明らかになってはいません。飛行物体が2月に北米で撃墜されるのは4例目となります。アメリカ国防総省のライダー氏は、バイデン大統領の命令を受け、アメリカ軍の戦闘機 F-16 が12日午後に空対空ミサイルサイドワインダーで高度2万フィートおよそ6000メートルを飛行する物体を撃墜したと説明しました。飛行ルートや高度が民間機に対してリスクになると判断したといいます。で、11日にはカナダのトルドー首相がカナダ領空を侵犯した物体のこの撃墜を命じ、アメリカ軍の戦闘機 F-22 が撃ち落としました。で、アメリカ軍は4日に中国の偵察気球、そして10日にアメリカアラスカ州の上空を飛行していた物体、こちらを撃墜しています。アメリカ軍としてこのアメリカ領空で今回のような飛行物体を撃墜した前例はないと言います。これ事態はどうなっていくんですかね。そうですよね。ついに宇宙大戦争ですかね。いやーねー、ましたね。いやこれね、なんかアメリカのですね、はい、まあ
軍のですね、はい、上層部なんか何とか大将ですとかですね、はい、記者の質問に答えて、はい、UFO、はい、つまり宇宙人 の、はい、あの可能性はあるのかと、未確認飛行物体だ、はい、その可能性も排除はしないと言ってたんですよ、はい、いやー燃えましたね。いや燃えましたじゃないでしょ。ついに来ましたか我が軍。我が軍我が軍我が軍我が故郷からで、あそういうことですね、そういう設定忘れないでくださいよ川島さん。わかりました。私あの火星から来たですね。そうですね、仮名の田中秀富って言われてるんですけどね。そうなんですね、火星人の名前はちょっと違う。一方で江戸時代からの伝統も引き継いでというね。一子相伝北斗神拳そうだ、ね、あちゃ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 お前はすでにハゲている。いやいやだからね、明るくしてくださってどうもありがとうございます、はい、で一方中国外務省は13日の会見でアメリカの気球が過去十数回中国の領空に侵入したと主張しました、まあ、その上でアメリカはその名に恥じない世界最大のスパイの常習犯で監視帝国だと非難しています、まあ、これに対してアメリカ政府はアメリカの気球が不法侵入したとする中国の主張を否定しています、まあ、中国側も言ってきましたね。いやもうなんかね、はい、お前の母ちゃんデベソナムのですねあのなんかですね、言われたらやられたらやり返すみたいなね、なんか子供の喧嘩みたいですよね。ちょっと前にはね、いやあの山東省でしたっけ、あそこ上空なんか飛んでるから迎撃態勢を取るとか言っていて、で今回はだからねアメリカはもうねこの十数回過去やってますよみたいな、もう、ねいやもうとっくに言えよじゃん。いやそうなんですよ。なんかこのパターンね、はい、思い出したんですけど新型コロナがですね、はい、あの武漢発だったっていうのをね、はい、言ったらですね、いやいやアメリカ発であると、はい、あの中国言い返したじゃないですか、あれとなんか似てますよね。あとどこかの冷凍食品に紛れていたとかね、なんかありましたよね。ありましたよね、なんかパターン化してますよねこれね、はい、だから全部一緒にしちゃえってことでしょ。お前の母ちゃんやっぱりそうですねそういった感じじゃないですか。いや本当ですよね、なんか笑っちゃうんですけどね、まあでもこうやって、まあ、クリンチ作戦とも言うべき、いやお前のとこだってやってきたろってそれ嘘だとしてもね、なんだか、まあねでもアメリカだからこういうふうにね、はい、できるっていうのもねありますよね、日本側ね、あの同じように気球がね、はい、来た時に、なんかどこの国かわからないみたいなね、はい、カラスの勝手でしょみたいなこと言って過去3回ぐらい来てます、だけれども、ま、あのつい最近去年かな、沖縄にもね飛来していて。そうなんですよね。これだからどこの国のものとは言えませんけれども、でも似てるな物体が。中国でしょいやいや完全に、まあ、そう経験にもちょっと言いづらい私立場があるもんですから。そうなんですか。いやいやだってねそれはだってほら角度もないのにあいつ嫌がったみたいになるとね、またいや別にあの中国大使館がクレーム来たってね、あのいいじゃないですかお前の母ちゃんデーベーそんなこと言って通用するその組織じゃないと思うんですよね。まあだけどねこれ本当なんとかしないと、あとやはり米中関係がこれでますます悪化していくということも考えられますもんね。そうですね、まあねでもねいやこう米中関係って言ってもですね、はい、なんかこの争いを見てると、なんか非常にこのね、次元が低いっていうかですね、まあ、でも、まあ、一応この未確認飛行物体って言ってね、はい、あの多分中国のもんだと思うんですけどね、そこをねなんとか曖昧にしてるっていうところも一つの外交戦略なのかなっていう気がしますよね。そうですね、でもねこれ考えてみたらブリンケン国務長官が訪中する直前にこういう事態になってきてるんですよ、ってことは習近平体制としてはやってほしくなかったはずな、ってことは別系統ってことなんでしょうねきっとね、まあ、それか、まあ、アメリカの方が確信犯的に習近平体制 にダメージを与えるために今やったという見方も、まあ、できますよね、まあ、そこら辺は、ね、真相わかんないですけどね。そうですね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップこちら、日経新聞、上田日銀総裁政府今日決定、
政府は今日日銀の黒田総裁の後任に経済学者で元日銀審議員の上田和夫氏を充てる人事案を国会に提示します。副総裁に氷見野良三前金融庁長官、内田眞一日銀理事を起用する案も同時に示します。与党は衆参の本会議で人事案を採決したい考えですが、野党は国会への人事案を提示する前に上田氏の名前が報じられたことを問題視していて、政府の情報管理の在り方を正す考えです。そのため日程がですね、難航する可能性があります。経済学者で元日銀審議委員の上田和夫氏、日銀総裁に当てるということなんですが、これ田中さんはどうご覧になってますか？そうですね、結構ね、はい、金融関係者とか、はい、日本経済新聞さんとかですね、従来この今の黒田体制に批判的な人たちはかなり評価してますよね。で、公正、客観的に言うと、この上田さんはじめ氷見野さんとか内田さんね、過去、一番ですね専門教育を受けた日銀、政府総裁になりますね、はい。でさらに、国際性は非常に高いと、だから対外発信が高まるということは言えると思うんですが、一方で上田さんの、金融政策観というのは、彼個人で見てみるとですね、これ、金融機関寄りですよね。金融政策をどういうふうに考えるかというと、金融システムの安定というと方に大きく触れていて、日本経済の安定というのはですね、簡単に言うと念頭ないですよね。で、金利操作、しばらく金融緩和を続けるっていうふうにですね、おそらく言うと思うんですが、その時の中身が違うと思うんですね。おそらくですね、上田さんの場合は短期金利をこうコントロールする、意味での金融緩和ですね。今の黒田日銀のような、10年ものの国債の金利をですね、0% 程度に、目標にすると、そういった長期金利についてはですね、彼は従来から批判的です。つまり、今の、同じ金融緩和でも中身が違うというところが大きなですね、論点に今後なっていく可能性もありますが、他方でやはりですね、今回の人事案を見ると、今の雨宮副総裁のですね、お気に入りがですね、3人揃ってます。そうですか。氷見野さんも内田さんに対しても雨宮さんは非常に評価が高くて、また学者をですね、実はおはようテラちゃんではあえて、雨宮さんであるとか中曽さんの名前を、常念さんとか、島津さんなんかとコラボでですね、言っていたと。それは、はっきり言って潰したかったんですよ、僕たち。で、学者枠にすれば、若田部副総裁の目も出てくると、おそらく学者枠なんじゃないかっていうのは去年の結構早い段階から噂されてたんですね。そうでしたか。でそういうふうになればいいなと思ってたんですが、この上田さんにまで遡るのかと、しかも僕からするとですね、この20年失われた20年の先般に近い人なんですよね。そうですか。確かにゼロ金利解除とか反対していますけど、当時中原さんの信之さん、お亡くなりになりましたが、彼も反対しました、ゼロ金利解除に、20世紀の終わりに。その時には理由は、中原さんの場合は先ほど言ったように、日本の、経済成長や雇用を安定化させるために反対しました、はい。だけれども上田さんの反対は違ってですね、金融機関のためなんですよね。だからそういったですね、同じことをやっていても違うんですよ。だから先ほど言ったように、金融緩和の維持と言っていても中身が違う可能性があるので、そうするとこれ客観的に見ると、今の黒田日銀のですね、金融政策の見直しっていうことをですね、心の中ではずっと追求していく人に見えますね。ただそのためにはですね、政府とのですね、折り合いをしなきゃいけない。でそこで先ほど言ったように、これは雨宮人事なので、日銀がですね、完全政府に借りを作ってるわけですよね。だから当面は政府の言いなりになると思います。そうですか、はい。時刻6時19分です。文化放送、おはようテラちゃん。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀臣さんです。大手電力各社による家庭向け電気料金の値上げを消費者目線で審査するプロセスが昨日始まりました。河野消費者担当大臣が大手4社のトップらを呼んで値上げ方針などを聞き取りました。家計に占める電気代の割合、2000年以降で最高水準に達しています。河野大臣は中国電力、東北電力、四国電力、沖縄電力のトップと相次ぎ会談しました。4月からの値上げは4社と北陸電力が申請しています。4社をめぐり送配電、この子会社がですね、管理する新電力の顧客情報が小売部門に漏洩していた問題、これを重く見て今回のヒアリングの対象となりました。中国電力の社長との会談の冒頭で河野大臣は経営を効率的にやっているか見極めなければいけないと強調しました。電力大手によるカルテルや新電力の情報漏洩などの不祥事に懸念を示し、間接的に消費者に影響が出ると伝えました。ウクライナ危機に伴う燃料高騰以外にも値上げの要因があるということなんですかね、これはね。そういうふうにね、したいのかな、政府の方は。そんな思惑もありますよね。で、効率性を徹底していっても、そんなね、電気料金が値下げの方向に行くとはちょっと思えないような情勢ですよね。はい、やはり今のこの、ウクライナ危機以外に簡単に言えばですね、やっぱこの原発に対するですね、簡単に言うと過剰な規制っていうものがやっぱネックになってると思うんですよね。昨日あたりそういったもの、原発 の、 60年の、規制の見直しとかですね、ありましたけれども、徐々には進んでいくんでしょうけれども、肝心要のですね、電力各社のですね、努力がやっぱ足りないという点も、問題だと思いますね。はい、でこの電気料金の値上げというのは経産省がですね、経済産業大臣が認可します。で経産省の電力ガス取引等をこの監視委員会がですね、22年12月から値上げ理由となる燃料費、あと人件費などの審査を始めています。で消費者基本法、国民の生活に重要なものやサービスの価格について影響を十分に考慮するよう努めると記します。でこの規定を踏まえた関係省庁の申し合わせで手続きが決まっています。で消費者担当大臣のヒアリングは、これ申し合わせにはない異例の手続きです。河野大臣は相次ぐ不祥事を踏まえて消費者の視点から確認したいと説明しました。で12年に東京電力が値上げした際も、消費者庁は東京電力は消費者のこの信頼を失っている、消費者は電力会社を選べないという立場から独自に検証して、経産省より人件費などの削減で深掘りを要求したといいます。一部が取り入れられて最終的に値上げ幅の圧縮につながったという、こういう事実があるってことなんですね。そうですね、その2012年当時、はい、私も東京電力のですね、関係の方、特にですね、本社勤めの方とか、やはりこう給料かなり高かったですよね。やはりこの、東日本大震災で、原発事故が発生していた割にはですね、東電の、方々のですね、給料が極めて高額だったってことは、これは紛れもない事実だったんで、そういった意味で人件費を削るっていうのはですね、一つの選択だったと思うんですが、最近はちょっとですね、私も調査不足なんで、そういった効果がどこまであるのかっていうのはですね、ちょっと不透明透明ですよね。ですからね、こういった聞き取りで、電気代の上げ幅が、今回は抑制されるのかどうかってところ注目ですね。そうですね。ただですね、ちょっと、ウクライナ危機要因っていうのもありますからね、厳しい。あと原発に対するですね、過剰なこの規制っていうのはもう10年ぐらい続いてますんで、それをどうするかっていう方が重要だと思いますね。はい、また後ほどお話をお伺いします。時刻6時40分です。
今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。トルコ南部のシリア国境近くで大地震が発生してから13日で1週間となりました。トルコとシリアの両国ではこれまでに合わせて3万6000人以上が死亡し、今も多くの人たちが倒壊した建物の下に取り残されているとみられ、懸命の救助活動が続いています。トルコ南部の被災地を視察した国連のグリフィス事務次長は11日、死者数は5万人近くに達するという見方を示しました。トルコ国内では軍や警察、救急隊ら総勢およそ24万人が救助活動に当たっています。この他に日本やアメリカ、イギリスなどから派遣されたおよそ1万人の救助隊員らも加わっています。トルコ南部10県の被災者数が1300万人に上ります。そしておよそ16万人が被災地から他の地域に避難しましたが、氷点下の厳しい寒さの中、テントや車の中で過ごす被災者も多いといいます。被害の拡大が心配ですね。そうですね、はい。日に日になんかお亡くなりになった方とかですね、はい、負傷された方の、人数が増えていって、はい、なんか、全貌がまだはっきりしませんよ ね。 そうですね。やっぱ両国、トルコとシリア両国にまたいでいて、はい、でさらにこうトルコシリアともにですね、うん、戦争の被害であるとか、はい、あるいは反政府的な地域であるとかでですね、十分こう、なんて言いますか、ね、支援が行き届かないというそういったところですからね、本当に心配ですよ。そうですね、これね。でトルコ国内ではおよそ2万5000の建物の倒壊などが確認されています。トルコ当局、建物の倒壊に関連して違法建築に関わったなどとしてこれまでに113人に逮捕状を出し、建設業者の関係者ら少なくとも12人を拘束したといいます。現地では治安の悪化も懸念されていて、倒壊した店舗、あと住宅などを狙った犯罪行為が相次いでいて、強盗や詐欺などの容疑ですでに90人以上が逮捕されたといいます。治安の悪化も気になるところですね。そうですね、はい、特にこの違法建築についてはですね、行政側の責任を問うですね、はい、声も非常に強いですね。行政側も、はい、やはりこの建築基準が甘々でですね、はい、液状化するようなところにですね、高層建築を建てたり、はい、でそれで倒壊したケースもですね結構あるみたいなんで、そういった行政側がどういうふうにですね今後責任が、はい、取られていくのか、あるいはそれを契機にしてですね、政権自体にですね、何らかのですね、はい、揺さぶりが起こる可能性もありますよね。ただですね、トルコ経済っていうのは今高いインフレ率で、はい、人々の生活が困窮していて、で失業率も高いですよね、はい、で今回2000万近くのですね、人が被災しているというふうに言われてますんでね、はい、これはトルコとしてはですね、非常にこう困難な時代を迎えていくという気がしますね、はい。最大で2300万人に被災の数がというふうにも見られてますからね、はい。さあ、それではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます。日銀新総裁に経済学者の上田氏を起用へ。政府は今日、新たな日銀の総裁に経済学者の上田和夫氏を起用する案を国会に提示する見通しです。元日銀審議委員の上田氏を起用する人事を固めたことは市場関係者から驚きを持って受け止められました。というのもこれまで総裁は日銀出身者と財務省の出身者でほぼ占められてきたためです。で戦後初の学者出身の総裁となりサプライズだと言われていますが、田中さんはこれはどういうふうに受け止めてますか。ただですね、確かに本命視されていたのは、雨宮副総裁と中曽、はい、元、副総裁ですよね、はい、この2人だったわけなんですが、簡単に言うと名前が出てきた時点で、はい、おそらくその可能性っていうのはかなり低いだろうと、おはようテラちゃんでもですね、はい、私もですねこの中曽雨宮を軸にして喋っていましたが、はい、それはですね、なくしたいわけなんですよ。名前が出れば、ね、名前が出れば、特に先週なんかはですね、雨宮本命、じゃあこっちは中曽でいくぜみたいな感じで、はい、月曜のコメンテーターの常念さんとかですね、はい、あと金曜日の、はい、島津さんなんか
方ですね、タッグ組んで言いまくったんですけど、それはまあそういった思惑になったかどうか分かんないですけど、はい、まあ、名前が出回ればですね、やっぱこうね、候補にはなりにくいという、パターンがありますんでね、はい、でその中で言われていたのは学者枠っていうのが出てくるんじゃないかと、これはもう去年の結構早い段階からですね言われていて、で何人かの名前上がっていたんですが、この上田和夫さんについてはですね、はい、全く念頭にありませんでした。それはどうしてかというとですね、やはり何て言いますかね、一回まあその日銀のこの決定にですね、ゼロ金利、解除の時にですね反対していたと、はい、でその後ですね週刊誌のスキャンダルに上田さんはですね巻き込まれて、そうですか。でそういった意味で、はい、まあ、身辺調査でまあ、クリアできないんじゃないかなっていうふうに勝手に僕は思ってたんですけど、はい、それはどうも週刊誌 のやりすぎだったみたいで、何の問題もなかったということが今回候補に上がったということでもう分かりますんでね、はい、まあ、上田さんそういった意味ではクリーンだったと、いうわけでしょうね。はい、まあ、率直に言って名前が出た時にはやっぱ驚きました。驚いた、はい、で安倍元総理のアベノミクスを金融政策面から支えてきた黒田総裁、4月8日に任期満了を迎えます。で衆参両院の同意が得られれば10年ぶりにトップが交代します。現在共立女子大学の教授を務める上田氏はマクロ経済学、あと国際金融論の専門家と言われ、そのだから上田氏ですが、金融政策作家というのはどういうものを持ってる方なんでしょう。いやですね、まあ、金融業界寄りって言いますかね、金融業界寄り、そうですね、はい、先ほど20世紀の終わりにですねゼロ金利解除というのが問題になった時に、はい、それに対しては反対票を、上田さんは投じたんですね、はい、でそれはまあ金融緩和を続けろというふうには読めるんですが、そうじゃなくてそれは、まあ、当時、金融機関はですね不良債権を抱えていて、でそれで、まあ、金利上がったらですねやっぱこれ倒産する企業が増えたりしてですね、さらに不良債権増えちゃって金融機関の体力を削りますから、はあはあ、そういった点で反対したんですよね、で同じく反対した中原信之さんがいてですね、はい、中原さんの場合はこれ日本経済、はい、雇用をしっかりしてデフレ脱却のためにやったんですね、はい、で私 の最初の21世紀最初の本の、今の日銀審議員の野口朝日さんとの共著の構造改革論の誤解というのに書いたんですが、不良債権というのはそもそも その90年代にあった不良債権というのはとっくに処理されていて、なんで当時、不良債権がどんどん増えてたかというとですね、デフレなんですよ原因は。だからデフレを断たないと、はい、日本経済も不良債権も片付かないというところを、まあ、明らかにしたんですが、上田さんはそうじゃなくて日本経済全体のことよりも、はい、金融機関の、体力について心配していたと、でその、まあ見方はですねずっと続いていて、はい、例えばですね、原田豊さん、はい、元、日銀のやっぱ審議員ですが、はい、彼のこの回顧録の中に、まあ、これはまあ実名でですね名指しで出てくるんですが、ある、まあ、カナダの中央銀行とのレセプションの席でですね、上田和夫さんがですねわざわざメモを読み上げて、今の日本の日銀のですね短期と長期の 金利をですねコントロール政策、はい、まあ、YCC っていうんですが、イールドカーブコントロール、イールドカーブコントロール、はい、これを続けると、まあ、ハイパーインフレになったり、まあ、金融機関に損失を与えると言ったんですね、はい、まあ、相変わらずまあ見方は変わってないと、でもしかもハイパーインフレまで言うのかというところで、はい、まあ、正直言ってですね、まあ日銀総裁に、まあ、今の、ね、与野党の人数の構成から言ったらなるのはもう確定ですけれども、はい、そこら辺でハイパーインフレみたいなことを安易に言うと、しかも今の日銀の政策について言ってるわけですから、はい、そこら辺のですね、真意をちゃんと正さなきゃいけないと思いますよね、はい、国会の場で、でそれがまあ国会議員の役目だと思います、はい、ハイパーインフレ論者なんていうのをですね、まあ、はっきり言ってとんでもですから、そんなものをそんな人をですね、日銀総裁にするのはね不適切だと思うんですよね、でその時にYCC の中で問題視しているのは短期金利じゃなくて長期金利なんですよ、はい、長期金利、はい、短期金利はですね、まあ、ゼロのままでもいいと、はい、だから去年 の日経教室の中でもですね上田さんは、金融緩和の維持みたいなことを言っていて、最近も言ってます、はい、新聞 のマスコミのですねインタビューに、はい、街頭で答えてですね、はい、でその時の金融緩和の中身が違うんですよ。彼の主張っていうのは、はい、短期金利は、まあ緩和気味に
置いとくと、はい、でこれはあの金融機関にとってもメリットがあるから、はい、でだけれども長期金利についてはこれはまあ上げた方がいいっていうの、はあ、つまり今のような YCC のような、はあ、まあ、10年もの国債をターゲットにして、0% に、まあ目標にするというような長期金利を抑えるような政策っていうのはさっき言ったようにハイパーインフレにつながったり金融機関の体力を削ってしまうというふうに言って否定的なんですよ。でも長期金利をあの低めると我々まあ企業とか消費にとってプラスなんですよね。ローンを立てやすい、低くねローンがでさらにあの企業もですね設備投資しやすいと、そういう形で日本経済が温まる、デフレ脱却する、経済成長や雇用の最大化になると、はい、そういった発想がどうも上田さんにはないです。ということはこの先、まあ、この10年は金融緩和続いてきました、でその長期金利の方も、まあ、ゼロに抑えていると、このじゃあ長期金利が上がってくる可能性もあるってことですか。そうですね、政策のスタンスではね。ただですね、今回の人事はですね、あの、まあ、天宮副総裁の、まあ、お気に入りの三人衆なんですよこれね。だから分かんないですけど、おそらくですね、まあ、これ私の邪推ですけど、あの天宮さんと政権が岸田政権側で、おそらくですね、まあ、そういった交渉があったんじゃないですかね。で、つまり日銀とすればですね、政府側に借りができてるんですよこれ、明らかに、政府側が貸したよという感じですよね、そっち の, あの人事は飲み込んだんだからと、ね、でそうなるとですね、当面は政府の言いなりですよね。で、これの構図と似てるのが、あの昔のですね福井総裁の時代ですよね、あの小泉政権 の,、あの後半に、その時に小泉さんに約束したわけですよ、福井さん総裁にするけれども金融緩和をやりますと。で実際やったんですよ、これはですね、まあ、いわゆる何て言いますかね、あの為替介入っていう形でそれをサポートする形で大規模な量的緩和をやったんですね、で、かなりですねインフレ率も上がったような時期があったんです、それと似てますね、でもその後福井さんは悪寒米してですね緊縮に転じました。そうでしたか、今後注目ですね、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテッテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。今朝も驚きのニュースがたくさん届いています。蛇に似た伝説の生き物とされるツチノコ、こちらを創作する第31回ツチノコフェスタ2023が5月3日岐阜県にある白川の河原を利用した水辺の公園で開催されます。コロナ禍の影響で4年ぶりの実施となり、感染対策として参加人数は制限されますが、捕獲者には賞金131万円が贈られます。村役場観光協会などで作る実行委員会は今年こそ発見をと快挙に期待しているということなんですが、ツチノコを本気で探索、田中さんいかがでしょう。いや、あのツチノコはですね、なんでコンビニのですね、あの売れてない新聞コーナーに、ツチノコ新聞っていうのがあるんですよ。いや、それはあのそれ別名でしょそれ。違うんですか。それが正式名称です。そうなんですか。なんかね、毎日出てるらしいんですけど、それでツチノコ新聞ってですね。出てるんですね。もうめったにですね、あの人が読まないって言われてて。いや、そうなんですか。でも見ることも少ないと。好きなことは好きな方は好きなんじゃないんですか。だけど毎日出てるらしいんですよ。いやだからそこを強調されるとそうなっちゃうのか、はい、で東白川村の公式サイトによると、ツチノコは体長およそ30センチから80センチ、ビール瓶ぐらいの胴に三角形の頭が特徴です。日本各地に目撃証言がある中、村には昭和の頃から20件ほどの目撃例があるといい、ツチノコ多発地帯を自負しています。でフェスタは村政100周年にあたる1989年に始まって、捕獲賞金は第1回が100万円でしたが、捕獲者がいないと翌年に原則として1万円が上積みされるキャリーオーバー、これが続いて131万まで膨らんだと。毎年発見には至らないものの、コロナ前の2019年には当時の村の人口およそ2240人を大きく上回るおよそ4000人がフェスタに参加するなど、村の一大イベントに成長しました。
しかし人気の一方で駐車場不足などの課題が浮かび、新型コロナウイルスの感染対策もあって今回から参加人数を事前申し込み制にすると2000人に制限することにしました。このツチノコフェスタ発見されないまま1000年続くと賞金はとんでもないことになりますよ。もうね、いい加減なニュース原稿ですね。1000年続いたら、ね、もうその誰もね、1万年でもいいじゃないですか。1万年続いたら1億円とかですね。いやいや、そうですか。何なんですか、何なんですかって言われても、ツチノコ新聞の方にチクっちゃいますよ。いやいや、それは毎日出てる、毎日だからなんか気になるな。はい、こんなニュースもあります。郵便局内の ATM の操作をめぐって殴り合ったとして神戸市に住む67歳と71歳の男が逮捕されました。2人は郵便局の ATM を利用するために並んでいて、順番が先だった男にもう一人の男がはよせいやと声をかけたことがきっかけだったとみられます。 ATM の操作をめぐって殴り合い、これなかなかないんじゃないですか。もうですね、2人足して138歳、そうです ね、 ね、もういい加減にしろと。いや、そうですね、はよせいやと声をかけた男が順番が先だった男の顔を殴り、殴られた男も金属製の棒で後頭部付近を殴った疑いが、これすごいですね。もうですね、67歳と71歳ですよ。しかもこうね、金属製の棒ってですね、はい、なんかあの杖かなんかで、いや、そうかもしれない、足元弱ってるのに。いやね、ATM の操作をめぐって暴力振るうのはこれ言語道断なんですけれども、ただこの ATM 操作してる時ってのは確かに後ろのプレッシャーってのは感じますね。いや、私みたいなですね、後頭部つるってしてる人はですね、常にプレッシャー感じてるんですよね。最後こんなニュースです。子どもたちに夢と希望を、こんなタイトルのブログで長年政治活動を発信してきた大阪狭山市の市議会副議長を務めるベテラン市議井上健太郎容疑者54歳が小学生の女児複数名にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。2020年に大阪府内で行った自身主催の子ども向けキャンプで就寝中の女子児童4人の体を触るなどした疑いが持たれています。井上容疑者、スマートフォンのライトを照らしながら寝室に忍び込んできたといいます。イベント終了後から複数の女子児童が被害を訴え、去年9月に保護者が警察に相談して発覚したということ。これは許せませんね。なんなんすよこれ、ふざけんな。保護者らの被害申告が遅れたのは相手が地元の有力市議なだけに、子どもの証言の信憑性、これが問われかねないという懸念があったからとみられています。保護者らは当初井上議員を信頼していたということもあって、子どもの勘違いなんじゃないか、こういうふうに思ってしまったと。でも女子児童が SNS で怖かった、絶対に許せへんとやり取りしているのを目で見て、こうやってね、この被害申告に行ったということのようなんです。許せんすね、本当許せませんね、これね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。今日は田中さん、バレンタインデーですね。そうですね、私もスタジオ入ったらですね、スタッフの女性の方からですね、ちゃんとチョコレート、チョコレートありますね、筒状の、そうなんですよ。で、実はですね、私もですね、皆さんのためにチョコレートをですね、お配りしようと思って、私用意したんですよ。用意したんですよ。私から、はい、まあ火星人はですね、男からあの皆さんに。ご時代ドイツと結んだんですが、ドイツは男性から女性なんだそうです、バレンタインで。火星はですね、カレーじゃなくて火星はですね、カレー人ですか。カレーですカレーしてますけどね。いや、それうまい。火星人はですね、もうこれはですね、男女問わず配るんです。で、私それでですね、包んでですね、小分けにして玄関に置いておいたらですね、忘れてきちゃったんですよ。またそういう嘘つくんでしょ。いや、何言って、本当ですよ。そうですか。なんで嘘つきざ、ひどいな。いや、そうなんですか。泣きますよ私。そうですか。
でも忘れちゃったんですね。忘れちゃったんですよね。だから来週持ってきます、ああ嬉しいですよ、もうこんなの。いや本当ですか。21日だって OK ですよ。疑いの目で見てますよね、僕のこと。慌てて買うのかなみたいな。そんなことないですか。で、職場におけるこの義理チョコ文化が消えつつあるようだというニュースもありまして、マーケティングリサーチ会社インテージがバレンタインデーについて全国の15歳から79歳の女性1325人を対象に調査しました。その結果によると、義理チョコを渡すと答えた女性は全体の 8.2% にとどまりました。また職場の義理チョコをどう思うかと尋ねた質問では 82.8% の女性があげたくないと回答しました。職場の義理チョコ文化、女性は滅んでほしいと思っているようですね。これどうもね。あ、バルスですか。まあそれは置いといてですね、あのともかくですね、私あの、バレンタインデーがですね、ほぼ誕生した瞬間を目撃してるんですよ。忘れもしないですね、中学校1年の時にクラスの、ね、女子たちがですね、まあ、雑誌を見ながらですね、ねえねえバレンタインデーってあの女の子が好きな男の子に送るんだってって、ふふふふってなんか言ってるのを見てですね、みんながね、そんなのね、チョコレートなんて欲しくねえよとかね、思ったんですけどね、翌年からですね、みんなそわそわし始めて、男子どもがですね、このふぬけめってあ、その時はまだふぬけめと思ってた、はい、ふぬけめ、髪の毛も抜け、そこですか、抜けけめ抜けけめっていうのをそこまで。でインテージの調査では、友達同士でチョコレートを送り合って楽しむ友チョコに再活性化の兆しが見られるなど、バレンタインデーにチョコを用意する目的に変化が見られることが分かりました。で個人で用意するチョコは誰に送るか、まあ、この調査を行ったところ、渡す予定はないの回答の割合が2割弱と最も低かった10代では、この7割が友チョコを予定していることが浮き彫りとなりました。でこの割合、10代から70代までの各世代の中で突出して高くなっています。で友チョコ、コロナ禍で差し控えられる傾向にあって、10代で、去年に友チョコを渡したと回答した人は 56% であったことから、まあ、今回の回答は友チョコを再活性化の兆しと捉えることもできるということなんですね。友チョコ、これ最近確かに流行ってるようですね。だから私もですね、はい、友チョコだ、友チョコなんです、友チョコ、もう友チョコを渡すときにですね、はい、あの出演料アップよろしく。いやいや、それですかそれ、お代官様、ね、袖の下みたいな感じしませんか。友チョコって袖の下なんですかね。そうです、そう、これでよしなにみたいな、そういうこと。チョコ割るとですね、小判が出てくる。小判出てきたらもう何でもしますよ、ね、そういう感じになるんだろうな。でも友チョコってのも、まあ、私は決して嫌じゃないですね。こういうのが流行ってくるね、友達同士でなんか ね、まあ、ね、いつもありがとうなんつってね。そうですね、私大学がですね、はい、春休みになってますんでね、はい、まあ、バレンタインデーっていうのはですね、まあ、あんまりこう影響受けないんですけど、まああれですよね、会社勤めの時はですね、はい、私どももあの会社に勤めたことありますので、ね、もちろん、ね、そうですよね。その時は結構もらいましたね。ああそうですか、ね、あら人気者だったんですね。いやいや、もう完全義理チョコですよね。いやいや、完璧な、今年の新入社員を寂しい思いさせちゃいかんっつって、はい、新入社員だった時にもうすごいいっぱいもらっちゃって、ね、いっぱいもらって、寺島さんだってそうだったんじゃないですか。昔はね、独身の頃は ね、結構いただいた時もありましたけど、まだ吉田照美さんに汚される前のね、いやいや待ってくれいやいや、その後は全裸でチョコレート浴びたとかいやいや、チョコレートネタもなんかあったような気がしましたね。いろいろね、体にくっつけたりとかね、チョコレートを、いや、放送したままですよ。放送したままのチョコレートを、裸になってチョコレートを体に塗りたくって、それを放送したんですか。なかったですけども、なんかところどころにこうくっつけてブランブランさせてとかね、なんかそういうのをやってました。なるほど、いい思い出ですね。あれで私は強くなりました。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。
ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、上田日銀株価反落。政府は今日、日銀の黒田総裁の後任として経済学者で元日銀審議員の上田和男氏を充てる人事案を国会に提示します。これに先立ちまして昨日の金融市場は揺れ動きました。大規模な金融緩和が修正されるという警戒感から株式市場売りが先行しています。上田氏の日銀総裁の起用が報道された後、これが初めてのですね、この取引となった昨日の東京株式市場です。日経平均株価反落して前の週末に比べて243円、66銭安の 27,427 円32銭で取引を終えました。一方、金利上昇による将来の収益の回復期待から銀行株は値上がりしたといいます。この株価の動きです、田中さん、これはどうでしょう。結構この株価の動きはですね、上田和男さんのですね、この経済政策観に沿った動きですよね。つまり彼の金融政策っていうのは、銀行など金融業界に目線がいってるんですよ。で、一方でこの経済全体をですね、こう再生するとか雇用を最大化するとか経済成長を安定化させるために金融政策を割り振るという発想には乏しいんですよね。そういった意味では銀行株が上がって全体の株価が下がるっていうのはですね、非常に素直な反応ですよね。見てるのかなって気がします。でただですね、あと、あえて言うならばですね、この先ほども言いましたけれども、上田さんの金融緩和っていうのは中身がですね、今の黒田日銀の金融緩和とやっぱ違うんですよね。あくまでもこの、上田さんの場合は金融緩和は、金融システムの安定化、つまり端的に銀行のですね、安定化のために使われるものであって、例えば彼はですね、長期金利をですね、低めるっていう政策、これについては非常にですね、批判的なんですよ、昔から。原田豊さんのですね、本によればですね、ハイパーインフレにつながるみたいなことも言ってますよね。そういったことを言っておりますんで、日銀総裁の資質としてはですね、ちょっと疑問がつくんで、ここら辺はですね、国会でぜひですね、与野党ともに正した方がいいと思いますよね。ハイパーインフレなんていうことをですね、おいそれというような、日銀総裁が誕生したらですね、これはやっぱ大変だと思うんですよ。あとインフレ目標についても、批判的でしたよね。むしろインフレ目標よりももっとですね、弱めたような、あるのかないのか分からないような人々の予想をですね、コントロールするような政策をですね、昔言ってたんですよ。でもそれ全然効果がないですよね。で例えば、上田さんっていうのは国際的には名前が通っていて人脈も厚いですから、中にはですね、リップサービスで特にサマーズ元ですね、財務長官アメリカのなんかはですね、日本のバーナーキとか来てですね、それをまた日本の反黒田陣営のですねマスコミだとか金融業界の人たちとかそれの息のかかったエコノミストなんかが持ち上げるわけなんですよ。でも上田さんはさっき言ったようにですね、インフレ目標、これバーナンキーさんはですね、日銀にインフレ目標を入れろとずっと言っていて、日銀はそれを拒否して、その拒否した日銀の中にいたのが上田さんですから。そうですか。だから全然バーナンキーとは全く違うんですよね。でインフレ目標のこの、なんていうか骨抜きっていうのを金融業界は狙ってるわけです。2% のインフレ目標、それはデフレ脱却のために安倍さんがですね、アベノミックスという形でその目玉として入れたわけなんですよね。でそれをもう否定してですね、なんか中長期的に、ずっと先にですね、達成すればいい程度に置き換えると、つまり形骸化を目指そうというような発想がずっとですね、反黒田陣営にはあったわけですよね。多分おそらくそういった意図をですね、本当は持ってると思うんですよ。ただしそれが当面現れるかどうか、その一つのですね、分かりやすいイベントが間もなく来ますよ。何ですか？それは上田さんが日銀総裁になった後、岸田さんが常々言っているように政府と日銀の間で共同声明を、改定するみたいなことを言ってるじゃないですか。その中身ですよね、そこが重要ですよね。ひょっとしたら、2つ、見方ありますよね。1つはアベノミックスの継続、
デフレ脱却が安定化するまで、はい、インフレ目標を、はい、まあ、2% にして、まあ、今の枠組みでやっていくと、はい、つまり当面はデフレ脱却までは黒田体制 の、はい、あの維持ということですよね、はい、で事実上の、はい、でところが、まあ、一方では岸田さんっていうのは、反アベノミクスを目指していると、まあ、この見解なんかを強く説いているのがですね、高橋陽一マウント教授ですよね。そうですか、高橋陽一教授ですよね。なんか七が漏れ言っちゃった、ごめんなさい、マウント余計だと思います、あの、で、高橋さんなんかはそういった反アベノミクスなんで、これはもう共同声明の時にそういったことをですね、やりかねないという見方をしていますよね、でまあ、それもすぐにやるんじゃなくてね、長期的にあの骨抜きにすると、はい、でもそのシグナルを出した段階で、まあ、マーケットはかなり反応すると思いますよね、はい、悪い方にってことは任期5年ですよね、はい、ってことはその5年のうちにってことなんですか。そうでしょうね、はあはあ、だから今までのこのアベノミックスの遺産っていうのを、まあ、破壊していくのかどうか、はい、で、あの、このですね、上田日銀がもし誕生したらですね、似てるパターンがあるんですね、先ほどもちょっと話したんですけど、はい、2003年の時の福井総裁の時代ですよね、当時は小泉政権で、小泉さんと、当時は竹中さんとね、福井さんがどうやら密約したと、高橋マウント教授、高橋陽一さんがですね、言っていたと思うんですよね。でその時にはまあ金融緩和をすると、デフレ脱却のために、はい、確かにかなりしました。最終的にはデフレ脱却ができませんでしたけれども、はい、かなり したんですよね。で景気が持ち直していったということがありました、ところがですね、最終的には、早くですね、あの福井さんも本音はですね、金融緩和なんかしたくないわけですよ、はい、そういった責任は取りたくないと、で早く手仕舞いしてですね、ゼロ金利解除とかですね、はい、量的緩和の手仕舞いをしてですね、でそれを早くした、その時に我々はすごく批判したんですよ、あまりにも早すぎてデフレ脱却もしてないのに、なんでこんなね、あの手仕舞いするんだと言ったんですけどね、そんなことをした時に何か経済ショックがあったら とんでもないことが起きると、はい、起こりました、リーマンショック、そのために、いち早くですね、金融緩和を手仕舞いしたせいで、はい、日本はですね、リーマンショックの発祥地であったアメリカやイギリスよりも経済が当時落ち込んだんですよ、つまりそういったことなんですよね。だからその福井さんの時のパターンとなんか似てるなって気がしますよね。当面は金融緩和をやると、でもその中身は違うと、はい、本音はどうも、昔の日銀に戻すような感じ、つまり普通の金融緩和を目指したいってね、上田さんあの、ね、常々言ってますから、はい、そういった狙いなんでしょうね、だからまあ当面はですね、まあ、岸田政権のまあ意向を多分受けて、はい、付き合うと思うんですよ。でもおそらくですね、岸田政権よりも上田日銀の方が、長く続くと思うんですね、普通5年ですから、はい、でおそらく今のこう支持率とかですね、まあ、党内情勢を見ると、岸田さんね、さらにこの衆院の解散後もですね、はい、続くかどうか、これはクエスチョンですよね、はい、おそらく、そうすると 上田日銀の方が長く続くんで、その後の政権の出方次第、あるいは岸田政権の、後半にはですね、まあ、手のひら返しする可能性も秘めてると、つまり勝手に動くと、金融引き締めっていう形で、はい、その可能性もあると。だからこれはですね、今までの黒田日銀のように一つの政策、つまりインフレ目標の達成、はい、2% 達成、そういったところを見ているだけではなくて、はい、上田日銀っていうのは昔のように、目的を失ってさまよい始めてると、はい、だからその出方をですね、はい、政府の動きともどもですね、あの十分注意して見なきゃいけないと、非常にですね、あの丁寧に見ないといけない時代になりましたね。分かりやすくないです、はい、続いてはこちら、日経新聞、アメリカ利上げ継続観測再び。アメリカの金融政策、政策金利のですね、この見通しをめぐって市場が中央銀行にあたる FRB の品売り用に接近しています。予想を大きく上回る雇用統計をきっかけに、早期の利上げ停止や利下げへの転換の観測が後退しています。 FRB が去年12月に示したのは、今年の前半 5% から 5.25% まで利上げをして終着点として年内いっぱい維持するシナリオです。市場との溝は将来の波乱要因とされました、まあ、しかし雇用統計で様相は一変したといいます。これは田中さん、どういうことなんでしょうか。ですね、
まあ雇用がですね、はい、かなり良、かったわけなんですよね。思ったより良かったってことなんですね。っていうことはですね、まあ何て言いますかね、なかなかこれこう賃金とかがですね、はい、上昇したまんま、こうなんか下がる、見込みがですね、はい、あんまりなさそうだと、いう見方がありますよね。そうすると、利上げもですね、続くんではなかろうかなっていうですね、はい、見方がまた出てくるわけですよね、はい、でそれで利上げが出て続くとですね、おそらくこれ雇用にも悪影響が及ぶ可能性もまた出てくるということで、先ほど日銀の、これから、上田日銀の、行方もですね、注意深く政府の動きともども見なきゃいけないとか言いましたが、はい、アメリカの方もそうですね。でもアメリカの方の方が、インフレ退治これね、はい、かなり難しいと思いますね。それはどうしてかというと、アメリカのですね、価格上昇のコアな部分っていうのは、賃金なんですよね。で賃金をこれ低めるっていうことはイコール景気が悪くなっちゃうってことですから、あんまりこう景気悪くなっちゃうと、これ金融政策やっている意味が乏しくなっちゃいますからね。そういったところで、FRB はですね、インフレをですね、うまくコントロールすることができるのかどうか、はい、非常にこの厳しい段階ですね。ただですね、FRB、イエレンさんもですね、アメリカの、財務、大臣のですね、はい、イエレンさんも、はい、財務長官のイエレンさんもですね、FRB のパウエル、さんもですね、これ2人ともですね、高圧経済論者だと思うんですね、はい、高圧経済って何かっていうと、インフレが多少高くてもですね、雇用状況が良ければそれでよしという人たちだと思うんですよ、本音は。というとですね、ある程度のもう高いインフレはですね、これ賃金が高いからいいんじゃないかと、放置してですね、利上げをやめていく、選択もあるんですよね、はい、だから、利上げ継続っていう観測もある一方で、利上げをそろそろやめるんじゃないかという見方も、あるわけで、はい、そこら辺はですね、やっぱ注意してみなきゃいけないところですね、はい、で市場と FRB の目線が近いほど FRB が情勢変化に応じて政策運営を調整する際に市場が急変動して混乱に陥るリスクは小さくなります。早期の利上げ停止、あと利下げへの転換の観測、これが後退したということなんですね。これはそうすると金融市場の安定に関してはどうなるんでしょうね。パウエルさんがですね、はい、結構この利上げ、モードっていうのはですね、はい、結構はっきり明言してますんでね、そういったものが、市場の予想の安定化に結びつくっていう、結びついてますんでね、大きな破綻はないというところでしょうね、はい、続いてはこちら、日経新聞、ユーロ圏成長率上方修正。EU のヨーロッパ委員会は公表した冬の経済見通しで、ユーロ圏の今年の実質成長率 0.9% と前回の 0.6 ポイントから上方修正しました。物価上昇率は 5.6% と 0.5 ポイント引き下げています。で国別ではドイツが従来のマイナス 0.6% から一転 0.2% のプラス成長に引き上げています。フランスは0.2 ポイント引き上げて 0.6%。 ヨーロッパ経済、過度な悲観論が和らぎつつあると言います。で足元ではウクライナ危機で混乱していたサプライチェーン、供給網が改善に向かい、企業の景況感は上向いていると。ドイツでは今年冬のガス不足の問題を回避できる見通しだというんですが、ユーロ圏のこの状況ですが、田中さん、これはどうご覧になりますか。ユーロ圏の場合もですね、高いインフレっていうのが問題だったんですが、これはですね、アメリカとかイギリスとは違ってですね、やはりこのウクライナ戦争による物不足ですね、食料、小麦なんかはその中心ですけどね、あと天然ガスとか、石油ですよね、暖冬だったということがですね、結構このエネルギー不足に、恩恵をもたらしてですね、あんまりこうエネルギー価格のですね、高騰に結びつかなかったと、でまた国際的なですね、そのエネルギー価格のこの商品価格を見てもですね、もうピークは、去年のですね、夏
9月ぐらいにはもう迎えてるんですよね、でどんどん下がっていってると、またその食料なんかのですね、サプライチェーンなんかもですね、まあ、堅調に回復してますんで、そういったことを考えるとインフレ問題が徐々に収束していくと、でそうするとですね、あの ECB の方も、ヨーロッパ中央銀行の方もですね、そんなに、まあ、ひどいですね、あの厳しいあの利上げをせずに、まあ、切り抜けることができるので、経済の落ち込みのですね、予想もこう、まあ、あの改善していったということじゃないですかね、はい、でコロナ禍で落ち込んだ個人消費の回復は途上でして、去年の12月のユーロ圏の小売りの売上高見ると前の月に比べて 2.7% 減りました。で今年の成長率、去年夏の時点で 1.4% を見込んでいて、なお下振れした状況にあります。来年の成長率は 1.5% まで持ち直す想定です。ユーロ圏1月の消費者物価指数の伸び率が前の年の同じ月に比べてですね 8.5% と3ヶ月連続で鈍化しました。しかしウクライナ危機に伴うこの資源高が一服する反面で、生活に欠かせない食品などでは値上げ、これは相変わらず加速していて、インフレ基調は衰えていません、まあ、こういう影響がどう出るかっていうのもあるようですね、まあ、そうですけどね、まあ、あの先ほど言ったようにですね、徐々にこの、まあ、エネルギーも、食料品もですね落ち着き始めてますんで、まあ、一体どこら辺の、まあ、先ほどのですねアメリカと同じように、高めのインフレ率で、もう、利上げはですね、やめてですね、まあ賃上げみたいなもので、経済をあの温めていくというような、まあ、インフレに適合した経済に、まあ、シフトしていくということがですね、まあ、現実的な選択だと思いますね、ユーロ圏の場合も、はい、アメリカとそのあたりは一緒と、はいはい、続いてはこちら、日経新聞、原発60年超運転制度了承。原子力規制委員会は昨日夜に臨時の委員会を開きました。運転開始から60年を超える原子力発電所の安全規制に関する新たな制度案と原子炉等規制法改正の条文案、多数決で了承しました。で山中委員長と他委員の全部で4人が賛成し、石渡委員が1人反対を続けました。規制委員会が重要案件を多数決で了承したのは極めて異例です。で事務局を担う原子力規制庁が13日の臨時委員会に原子炉等規制法の改正案を提示して、山中委員長と4人の委員で協議しました。で石渡氏が8日の定例委員会で反対を表明したため結論を持ち越していました。で石渡氏は13日も改めて反対しました。で会合で現行の原子炉等規制法について、規制委員会が守るべき法律だ、我々として積極的に変えていく必要はないと主張して、山中委員長らとの認識の溝は埋まりませんでした。石渡氏は地質学が専門で地震や津波の審査を担当しています。規制委員会が了承した新制度では、原則40年最長60年の運転期間の規定を原子炉等規制法から削除します。で運転開始から30年目以降は10年間隔で規制委員会がこの認可を繰り返す制度、これを導入し、経年劣化した原発の安全性を確認します。運転から60年を超える原発のこの安全規制めぐってですね、異例の多数決ということなんですが、この動きは田中さんどうでしょう。やっぱりですね、日本経済新聞さんもですね、やっぱ正確に書いた方がいいと思うんですね、経年劣化した原発はですね、やっぱ安全性はないと思うんで、これ経年劣化しない原発はですね、この30年目以降は10年間隔で認可を繰り返していくという話だと思うんですよ、これは。でそれはですね、まあ、十分まあ合理的だと思うんですよね。で、まあ、なんて言いますかね、この国際償還60年ルールってあるじゃないですか、はい、あります。その60年とこの、ね、原発の60年、はい、まさに同じなんですよね、はい、どうしたかっていうと、なんて言いますか、公共事業の建造物っていうのは、まあ、60年ぐらい経つと、まあ、へたるっていうですね、はい、まあ、なんて言いますか、余談ですよね。 あまりそこは合理的なもんじゃなくて、まあ、一律60年だから、ダムでも、はい、トンネルでも原発でも全部60年にやっちゃってるんですよ。でだからそれに引っ張られてですね、国際償還60年ルールっていうのもできてるんですね。だからそういった意味でこの原発もね、この60年っていうのはどこまで合理的なのか、はい、でさらに石渡さんはですね、まあ
その地質とかですね、はい、地震ですね、地震の専門家で、はい、この原発のシステム全体のですね、この専門家じゃないですよね、はい、そういったところもちょっとなんか、どうなのかなっていう気がしますよね、で、やはりこの、まあ、原発がこの、検査してですね、はい、安全であればですね、60年をたとえ、まあ、超えたとしてもですね、使えるものは使った方がいいんじゃないかなと、はい、例えば60年のうち10年ぐらいはですね、審査してですね、全然稼働していませんでしたって言ったらですね、あの下手ってもいないわけですよね、はあはあ、そしたらまたね、あの再稼働の時には、60年過ぎてても認めても別におかしくないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、でこの東日本大震災、あとその東京電力福島第一原発事故の発生から12年になるのを前に、河北新報社が宮城県の有権者を対象に原発に対するこの電話調査を実施しました。で東北電力が2024年2月に計画する女川原発の2号機ですね、これ宮城県女川町あと石巻ですが、その稼働再稼働に関して賛成が 53.2% と反対の 46.7% を上回り、17年に現在の方式で調査を開始して以来初めて賛否が逆転したといいます。まあ、背景にはウクライナ危機に伴う燃料高があるようですけれども、こういう結果が出たんですね。そうですね、まあ、はい、九州電力なんかはですね、結構この原発とかですね、再生エネルギー、また火力発電、あのバランスよく運用してですね、あの電気料金の値上げないじゃないですか、まあ、そういったですね、まあ、原発をですね、あのちゃんとこう再稼働していくということの方が、はい、あの国民生活にとっても、いいんだというような認識が生まれてきてるんじゃないでしょうかね、はい、時刻7時36分です。時刻7時37分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。アメリカマイクロソフトが出資する新興企業のオープン AI の AI 人工知能技術を使った急成長中の自動応答ソフトチャット GPT が、さまざまな質問に対して素早く回答できると評価を集めています。チャット GPT、 AI を使って膨大なデータを学習、質問を入力すると人間が作ったような自然な文章で回答するというシステムです。チャット GPT は去年11月に無料で一般公開され、公開からわずか2ヶ月で月間アクティブユーザー数が1億人に達したと推定されています。で史上最速で成長したこの消費者向けアプリと言われます。チャット GPT の普遍性は生成 AI が偽情報の拡散に使われるのではないかとの懸念を生んでいて、また教育関係者は学生の不正使用を懸念していると。でこれまでのチャットボットと異なるのは自然な受け答えで、まるで人と話しているような感じになるということなんだそうです。さらに詩、ポエムとかですね、エッセイ、小説、コンピュータープログラムまで書いてもらうことができると。チャット GPT の凄さは、これまで特殊な技能を持ち高級を取って、受け取ってきた人の仕事すら脅かすと。アメリカの医師や弁護士の免許試験をパスして研究論文の著者としても登録されるほどの専門性を発揮すると。これ今私がお伝えした中で、この教育関係者は学生の不正使用を懸念しているということなんですね。そうですね、まあ、番組的に言えばですね、はい、私のこのね、はい、チャット GPT にね、あのヘンリー王子とか言うとですね、チンポコ王子って出てこないと思いますよ。それはやったチャット田中で出てくるんだよって、でしょ、チャット秀富で出てくるんじゃないですか。そこまでいかないと、そうですか、ね、もう AI もね、そこまでいかないとダメです、ダメですか。いやそれって行き過ぎちゃってんじゃないですかね。むしろ、そうですか、そのくらいいかなきゃダメ、田中さんがおっしゃるにはですね。で、まあ、これだから悪用されるのがね、便利は便利ですよ。そうですね、だってね、だからまあちょっとね、はい、こう、まあ、あとあれですよ、自分の頭で考えなくなりますよね。そうですね、だからまあレポートの提出とか ね、そういうのがなんかね、あと卒業論文とか、なかなか難しくなっちゃいますよね。これ国外ですけども、どっかの大学で急にみんなのリポートの質が上がったっていうんで、なんか変だなと思ったらこれを使ってたみたいなこともあったらしいんですよ。いや
やばいっすね。やばいですよ。だからね、はい、あとはですね、政府が日本全国の島を35年ぶりに数え直した結果、総数がこれまで公表されてきた6852から14125に倍増する見通しであることが分かりました。地図の電子化に伴って調査精度が大幅に向上し、正確に把握できたためで、3月にも公表する方針です。国土地理院が最終的な調整を進めていて、数は変動もあり得ると。領土や領海の広さは変わらない見込みです。教育現場などで使われる各種資料の記述に影響を与える可能性があると。島の数、データが古いまま長く放置され、実際と大きく異なると指摘されていました。で、今回は地理院の2022年の電子国土基本図、これをベースにコンピューターで自動計測、人工的に作られた埋め立て地などを除外するため、過去の航空写真などと照合もしたといいます。それにしても日本の島の数がこんな倍増するんですね。そうですね。で、私有化されているですね、はい、あの無人島をですね、例えば中国のですね、民間の企業とか、でも裏には中国政府がいるようなものがですね、買ってしまうと、つい先日もね、ありました。これちょっとまずいっすよね。そうですね。だからそういった意味でも、はい、まあ、なんか危機感がやっぱ政府ないんじゃないかなっていう気がしますよね。そうですね、35年ぶりに数え直したなんてね、いや、あれだけね、はい、あの島しょ部のね、あの防衛が重要だと言っておきながら、はい、ね、いろいろちっちゃい島をですね、もうあの買い取られてですね、はい、そこにわけのわかんないですね、スパイ的なですね、施設作られちゃったら、リゾート作るんだとか言っときながらね、もう大変ですよ、はい、本当に、どうすればいいんだ、いや、どうすればいいのね、岸田、いや、そうですか、はい、時刻7時42分になるところです。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。文化放送、おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。産経新聞からです。政府が令和5年度以降の5年間で取得するアメリカ製の巡航ミサイルトマホークについて、5年度に一括契約する方針を固めたことが昨日分かりました。防衛省は反撃能力としてトマホークを8年度以降に配備する方針です。政府は5年度予算案にトマホーク購入費2113億円を計上、8年度から配備を開始して9年度に完了させる計画です。アメリカから装備品を有償で受け取る対外有償軍事援助で購入して、単価は1機 3億から5億円となる見通しです。政府は購入するトマホークの数量について、明らかにすれば我が国の具体的な防衛能力を明らかにすることになるとして説明はしていませんが、2113億円から専用キャニスター格納容器ですね、この取得費を除く経費がミサイル本体に充てられて500機前後となる見通しだということです。トマホーク500機の購入ですが、田中さん、この数字はどうご覧になりますか。私はあんまりですね、軍事専門家じゃないんで、はい、トマホークの能力よくわからないんですが、はい、まあね、政府がこれをまあ判断したと、はい、いうことであればですね、まあ、なんか合理的な理由でもある、あると思うんですよね。やはりまあ重要なのはこの、ね、対中国、はい、あるいはまたロシアとか北朝鮮とかですね、はい、周りがですね、厄介な国だらけでですね、まあ、それに応じたやっぱこの防衛力を、ね、はい、あの継続的にこうやっていかなきゃいけないわけで、まあ、そういった意味は経済的に言えばですね、まあ、あの GDP 比、はい、あの 2% でしたっけ、はい、あれもね、GDP 比って変動しますから ね、 そうですね、それに合わせて 2% っていうのもなんか変な話ですよね。あー、はい、あの 1% の時だって弊害があったのに、またそれで GDP 比でやるのかというところがね、はい、なんかあの日本の防衛の在り方を考えると、なんかね、適当にやってるなって感じはしますよね。でもこれね、その経済成長して大きくして GDP を、そうすると、まあ、その防衛費 2% ですから自然に大きくなりますよね、とさらに抑止力にはつながっていくんですよね。そういうふうに普通に考えたのが安倍さんなんですよ、はい、ところが、
岸田さんはそういった発想がないんじゃないかなっていうところが恐ろしいですよね。そうですね。ちなみにですね、まだ話せます、ちょっとだけ、あとちょっと大丈夫ですよ。あの日銀のですね、はい、あの新しく上田さんになって、はい、新執行部3人、はい、で既に岸田さんが選んだ人がすでに2人、はい、9人の多数決で決めますから、はい、5対4で、主導権握れるんですよ実は、はい、だからあの、アベノミックスの転換が5対4で可能になるというところがですね、今後一つのですね、見ものですね。はあ、で残り4人のうち何人かけてしまうのか、あ、そういうところもね、体制にいくのか、そこもねポイント、はい、今朝のコメンテーター田中秀富さんでした。田中さん、ありがとうございました。この後はお隣さんです。おはようテラちゃん、また明日、今日もいい一日になりますように。